オリンピック東京大会ファンファーレは日本の作曲家今井光也の作品東京オリンピックファンファーレとも呼ばれる1964年に東京で開催される夏季オリンピックの開会式のためにオリンピック組織委員会と NHK によりファンファーレの公募が行われ1962年11月22日に当時諏訪公共楽団の指揮者を務めていた 今井光也による作品が選出された。1964年東京オリンピックの開会式において、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で、陸上自衛隊音楽隊の副隊長たまめ、年安式による団員30名によって初演された。初演の際には、日本管楽器株式会社が特別に制作した日韓ファンファーレトランペットが用いられた。 本作品は、わずか8小節の作品である。冒頭2小節において、変路変歩変異変路、という B7 スース4の分散和音を上昇する音形が、火星を伴わずにユニゾンで奏され、続いて、この旋律が e 7スース4の分散和音で奏されるときに、初めて2声に分かれる。続く6小節目、7小節目は、三連譜主体のリズムを三声で、繰り返す。 最後の2小節でようやく4世となり、祝典音楽としては、珍しく、下ン調の手話音に集結する。なお、本作品を、日本の影戦法を用いた作品であるとする紹介があるが、正しくは、本作品はえ、調子全単音階で書かれている。陸上自衛隊中央音楽隊によるものをはじめ、録音はいくつか存在するが、古籍有事作曲の、オリンピックマーチと、 セットで収録されていることがほとんどである。今井の出身地である長野県で開催された1998年長野オリンピックの表彰式においてセントラルスクウェアで実施された表彰式用ファンファーレの冒頭に作曲者の田中健によって引用された。ありがとうございます。